2日に発生した衝突事故の影響で閉鎖されていた羽田空港の C 滑走路の運用が今日午前0時から再開されました。運用が再開された C 滑走路は羽田空港に4つある滑走路の中で最も長く、大型機の離着陸によく使われています。事故をめぐっては2日、着陸した日本航空の機体と滑走路に止まっていた海上保安庁の機体が衝突し、海保の副機長ら5人が死亡しています。敬礼した職員の前を遺体を乗せたとみられる車が通っていきます。死亡した海保の職員の遺体を乗せた車が午前10時過ぎ、所属していた第三管区海上保安本部羽田航空基地の前を通過する際、職員が敬礼して見送りました。5人の遺体は今日中に遺族のもとへと引き渡されます。